せーの、パパラビーズです。おはようございま す、はい、今現在朝の7時半とかですかね、多分。ということで、なぜ私たちはこんな茂みの多い森のような場所でこんな早朝に集まっているかというと、今日は朝活をしたいと思います。あのさ、おかしいよね、温度感。ということで、はい、今は代々木公園に来てるんです。はい、朝活にすごいハマってて、朝早い眠いみたいに言ってるけど、最近早寝早起きしてて。あ、そうなん。公園にね、お散歩行きますね。あんたは代々木公園行くよな。代々木公園はたまにドッグランあるから。そうね。わ、カラスも私たちを歓迎してるというか。てか、代々木公園のカラスって頭おかしいよな、マジで。え、なんかさ、あの代々木公園のカラスさ、白いアヒルさんかわからへんけどさ、鳥にいじめてた。嘘。下からパパラピーズ、チャラララララララ。まだしっかりして。かわいい。こんな素敵。ワンちゃんがね、こっち走ってきた。かわいい。あとも旦那さんと、あ、旦那さんちゃうわ。ごめんなさい。菅田将暉さんで小松菜奈さんの余韻で。確かに。時間的にはね、昨日結婚されたばかり。なんですけれども、小松菜奈さんと、菅田将暉さん、ご結婚おめでとうございます。朝日の手にされる私たちが。そうよ。はい、朝日眩しい。いいな。え、なんて平和なの、これ。マジ。小鳥のさえずり、ワンちゃんの鳴き声、太陽、青空。うん、すみません。確かに。おいでよ。気持ち悪い。世界一需要のない彼氏感動画。急においでよって急に。だってあの今のカメラマンがそうだったやろ。確かに。やってみて一回。いや。おいでね、カメラマーク。ちょちょちょ、カメラマークじゃない。あんたが遠すぎる。ちょっと早く。もうだかんな。バイバイ。おい、どこ行くねんて。おかしいのかいな。でもこうやってやった方が人事遠近法でめっちゃ細く見える。怖い怖い怖い。うわ、怖い。怖いよね。うわ、平和。めちゃめちゃ平和じゃない。うわ、ここいいやん。これめちゃめちゃ素敵やな。朝やな。どっちが人事だ。どっちが人事だ。難しい。それに関してはどっちか分からへん。皆さん分かりますか、ジンジンか。いや、マジで同じ太さや。ほんまに分からんかった。うん、とりあえず座らへん。確かに。じゃ座れるところを探します。え、マジでうちらに起きやで。もう朝から寒すぎて、うん、後ろ見て私の。あのさ、カイロ挟んでんのか。てかばあちゃん、カイロ、カイロ春カイロかいや。そんな春にあったらそれな、カイロです。お、素晴らしい。何かこ、これから通常撮影ここでえんちゃん。はい、ということで今日は、セブンイレブンの1万円分爆食とか言って、ここでよくない。ここでやる。じゃあ朝ごはんでも行っちゃいますか。朝ごはん食べましょう。食べましょう。はい、ということでミックスサンド食べます。あ、うちもサンドイッチやけん、こちらシャキシャキレタスサンドを食べさせていただきます。マサバナナ、キレートレモンのなんかアップ、グレートボスの微糖で糖分。そんな買った。そう、私ミルクココア。え、終わりお前だけ。人にお前っていうやつこんなに嫌い。こんなに嫌い。こんな素敵なシチュエーションなのに人にお前っていうやつがおるだけでだいぶ雰囲気変わるからな。お前やで、分かってる。自分言われてんのって言ってる。お前が今お前って言ってからな。今日は特別に撮影しに来ようって言ってわざわざ来てるわけやけど、なんか当たり前かのようにここに来てる人たちは何を考えてるの、ほんまに。なんか否定に入ってるってこと。いや、もう毎朝毎朝だってこんな素敵な生活してるってことやろ。もう意味がわからん。意味がわかるやろ。おかしいよ。昔だって学生時代の頃ってさ、11時前とかに寝てはしてたやんか。うん、寝てて。あ、え、何歳。私は中とか。しっかり夜中寝てたわ。いただきます。お願いします。朝まで飲んだりとかさ、うん、朝まで夜更かししてゲームとかでさ、いろんなことしてさ、今の年になったらな、昼前に起きるっていう生活がおかしいな。うん、でも私昼前に起きることないだろ。あ、ごめんなさい。でもさ、朝起きることによってさ、一日の自分が過ごせる時間が長引くわけ。あ、待って、それめっ怖っ。超わかる。だからその顔したからもう光どっか行った。なあ、雲に隠れんじゃねえよ。今照らすところやろが。太陽どっか行った。走るよね。寒くなってきた、めっちゃ。
ダメでも私のことそれで避ける。出してよ早く。おかしいよね。辻さん、旦那さん元気ですか？辻浦太陽さんなんや。じゃあもうそうやったら辻ちゃんに話しかけても辻ちゃんじゃないから出てけへんやん。あ、ほんま？ミニモニテホンダリンリンリンって俺の嫁や出てこへんの？これ出てくるんか。あなたの奥さんの話してはりますよ、僕たち。すいません、寒いんですけど、はい、なんかあさってサンドイッチとかそういうイメージあるような、うん、どこ行くん、ほんまに。でも別にジンジンが今こんなことをしてようがしてまいが浮きもせんし、なんか普通やねっていう。代々木公園ってすごいと思う、マジで。何どれ？クランベル丸やつ。蜂の巣ちゃん。蜂の巣ちゃん、ね、何あれ、何やろな、マジで怖っ。デベソなんちゃう、あいつだけ。あれね、うん、デベソだな、やっぱ個性ということ。私デベソじゃない、ジンジンもデベソじゃない、埋まってんもんな。あのえ、埋まってるやん、中に埋まってる、うん、中にこうやってあるよな。で、匂い嗅ぐ。え、汚っ。怒ってんで、ほら、怒ってるやん。ごめんなさい。でもさ、怒るのが鳥ってめっちゃ平和な動画やな。なにこれ、下ネタ食べます。あの、すごくしいよ、こんな素敵な場所で。てめえもストーリーで昨日載せたけど、僕のことビンビンって間違えんじゃねえ。赤さたなはやん。ジって打とうとしてさ、こうシャッてやったらさ、その下の歯の行動ジンジンって打ったつもりやったけど、ビンビンって打てた。だから解明してほしい、ややこしいから。でやねん、なんであんたのその事情でさそうっていうことが何ですか。おはようございます。おはようございます。こちらは代々木公園サービスセンターです。来園者の皆様にお願いいたします。自転車の逆走は危険ですので、おやめくださいませよう、お願いいたします。But they also cause harm to other visitors. Thank you for your cooperation. そう。もうお腹いっぱいになったら眠くなる。さっき起きたばっかで。昨日11時前に寝た。はいや。待って、太陽出てくるんちゃう。あー惜しい、もうちょっとですね、頑張れ出てこんかったら我生きてこますぞって言ったら出てくるかも。おい、お前太陽、我お前出てこやんと、お前行ってこますぞ、バカ誰が。我いてこますぞなんてもう聞くことないもん、大阪おっても。へえ。我、おい、我は言う人おるけど、我はおるよな。え、なんか友達の中とかでもおんねん、我とか、我とか、我ががとか。我が何、我が、我が、我が道を行くの、我が、我がわーとかじゃなくて、なんか我はとかじゃなくて、それ一人対して、うん、いや我がが言ったやろさっき。え、我がが言った、我が、なんかもうとか、ほんと異国語みたいだねっていう人はおった。面白い、我ががなんたらなんちゃらとか。あとさ、東京のさ人たちさ、すごい偏見だけどさ、俺の連れがよ、俺の連れがよ、連れがよ、連れって言ってる。連れとか別にでも大阪とかでも使うで。つだ、大阪が使うんや、うん、使ってる。ママ世代が言ってるイメージ。え、あんた世代も言ってない、今私らの今時の子たちも連れ、おい連れがよってドンキ深夜2時の連れが来てんねんけど、うん、って。ああ、言ってる人おるかもしれない。 N ボックスで、ああ N ボックスでちょっとピンクのライト光らせたら、ね、で車の前らへんがハイビスカス。ああハイビスカス懐かしい、確かに。であとなんかこうドライバーのここの持つところがもうモフモフモフか、あのヒョウ柄か、ヒョウ柄か。いやでもピンクのキティちゃんが一番多いで、あ、正直ピンクのヒョウ柄キティちゃんが一番多い。大丈夫そう。ラジオ体操したい。したらしようよ、これ一緒に。ちゃんちゃん、一緒にやろう。いいよ。腕は軽く横に振り、足元気よく曲げて伸ばしましょう。もうちょっと前の方がいいかも。次何？手を回す運動です。腕で綺麗な大きい円を描くように意識をして。解説してあるかわざわざあんた。はい。本当に気持ちいい。足を開いて胸の運動です。ここは指先まですっと伸ばして、心地よく胸を反らせて緩めます。こうだ、こう、こうじゃないの。え、そのあと、そのあと横に曲げる運動、はい、椅子に引っ掛けてる方はゆっくりと息を吐いて柔らかく曲げましょう。え、こうじゃない、合ってる合ってる。前後に上げる運動です。ピアノの音をよく聞きながら、はいはい、
しい、惜しい。え、間違った。あ、間違った。俺も間違えた。腕を上下に伸ばす運動。どう？腕を上げて。ああ、上げて、伸ばします。え？次。よく伸びた腕でぐるっと円を描くよ。腰の周りの筋肉をほぐしましょう。両足跳びの運動です。椅子の方は肩を上下に移りましょう。懐かしい。ラジオ体操、カイロがパンツのとこまで行けた。ねえ、やや。